ブランドン・ジェイ・ダックワースは、アメリカ合衆国、ユタ州ソルトレークシティ出身の元プロ野球選手。宇藤右内、現在は、MLB ニューヨークヤンキースのスカウトを務めている。アメリカ合衆国ユタ州ソルトレークシティ出身。1995年の MLB ドラフト30巡目で、トロントブルージェイズから、1996年の MLB ドラフト61巡目で、 アリゾナダイヤモンドバックスから指名を受けたが、契約には至らなかった。1997年にアマチュアフリーエージェントでフィラデルフィアフィリーズに入団。その後、2001年8月7日のサンディエゴパドレス戦でメジャーデビュー。2002年には規定投球会に到達し、8勝9敗の成績を上げた。2003年までの3年間の成績は、 先発投手として15勝18敗。2003年11月3日に、ビリー・ワグナーとのトレードで、テイラー・バック・ホルツとエセキエル・アスタシオと共に、ヒューストン・アストロズへ移籍。2005年10月12日に、FA となった。2006年1月5日に、ピッツバーグ・パイレーツに移籍。しかし、メジャーに昇格することなく、 シーズン中の6月11日にカンザスシィロイヤルズに金銭トレードされた。2007年までの2年間の成績は、主に先発、中継ぎとして4勝10敗だった。2008年1月に、ブレッドトとメコの40人枠入りに伴い、ディーフとなった。2月1日に、トリプル A 級オマハロイヤルズへ降格した。8月24日に最小格し 先発として7試合3勝3敗だったが、2009年10月5日に FA となった。2010年1月13日にフルスノフィリーズとマイナー契約を結んだ。11月6日に FA となり、12月3日にボストンレッドソックスとマイナー契約を結んだ。2012年7月25日に放出された。 2012年7月30日に東北楽天ゴールデンイーグルスと契約したことが発表され、同日入団会見が行われた。当初背番号は67の予定だったが、26日の初来日直後に肺がんと闘病していた父が、急死した知らせを聞き、父の没年齢である69に変更した。米国を経つ最父から日本で成功しろと励まされたため、 この後も帰国はしなかった。8月25日に1軍初登録され、即日先発として初登板。6回を投げ1失点の成績だった。9月1日には6失点と打ち込まれたが、3試合目の登板となった9月13日の福岡ソフトバンクホークス戦で7回に3を1失点と高騰し、来日初勝利を挙げた。その後も安定した投球を続け、 三勝一敗でシーズンを終えた。2013年は18試合に登板し、5勝5敗だったが、12月2日に自由契約となった。楽天退団後は現役引退し、2014年1月30日にニューヨークヤンキースのスカウトに就任。手元で鋭く動くツーシームに加え、落差のあるカーブと鋭く落ちるチェンジアップを低めや、コーナーに投げ分けるコントロールが武器であった。 その請求力を生かしての打たせて取る投球を得意としていた。ありがとうございます。